黄みどりソフト。ラストエーグ。こんな切ない感じのゲームなの？エモ。BGM がこれだから、エモい自己紹介で裏でエモい BGM が流れてエモい動画にしよう今日は。皆さんどうもこんにちは。卵というものは儚くて、そして衝撃に弱い、そんなものです。ですが非常に美味しい、美味しくて様々な料理にできる、そんな食べ物なのです。はたまた食べ物ではなく一つの命になることがあるかもしれません。あれ、俺の自己紹介は一体どこに行っちゃったのでしょうか。ロストエッグ。いや違う、エモすぎ。今日はですね、こちらのロストエッグっていう謎のゲームをやっていきたいと思います。まあとりあえず俺が卵なんだろうね。でその卵を操作してさまざまななんか困難をくぐり抜けてフライパンを目指すっていう説明を聞いてるだけでおもろいもん。じゃあやっていきますか。早速スタートでいいのかな。スタート。へっ、ステージとかあるんだけど。やべえ、なんかめちゃくちゃあるな。じゃあ1個目これか。これやっていくか。じゃあはい。あ、チンチンって下ネタ言ってきた。あ、え、何これ、もう操作できるの？これどれだと思う？僕はここだよって。僕はここにいるんだよって言ってる。じゃあ行きますよ。これだ。俺これだ。なるほどね。でジャンプ。ああ割れないの？それで割れないの？それで割れないんだったら何で割れるの？待って、寝室に卵を置いてんの？じゃあここの家に住んでる人、鶏が何かでしょうかね。矢印がこっちに向いてるからこっちに行けばいいんだよね。まあ、それで割れないの？この待って、今結構な高さから飛び降りたぞ。それでも割れないんだったらこれ何で割れるんだ？結構さ、衝撃大丈夫な感じじゃない？うわぁ！あ、待って！ダメだみんな！ライフ114ってなってるわ、左上。衝撃に弱いんだ。でも衝撃に弱いっていうか、まあ結構強い方だと思うけどな。まあ強い個体を持った卵なんだろうな。え、これただのジャンプでもダメなの？ダメだみんな！ただのジャンプで一つの命が削られていくんですよ。一つ一つの行動が死につながるんです。だから皆さんも安全に過ごしていてくださいね。え、そんなこと喋ってる間にもう死ぬ。これ次ジャンプしたら死ぬ。どうせなら一つの料理にしてあげよう。エッグソーセージマフィン。いやマックになっちゃった。卵とソーセージ4本、そして愛情を添えての料理にしよう。これいきます。あー、ごめん卵、ごめんだけど、なんか美味しそう。ちゃんとやろう、ちゃんとやるわ。この小さな段差もダメだね。今のでもう2削れたんだけど俺の体力。とりあえず布団の上なら大丈夫じゃない？衝撃いくよ。かオッケー。ほら303、2しか減らなかったこのジャンプで。でもここはまずいから、ここはこっちから降りるしかない。290オッケー。やだ、もう命が削られていってるじゃん。ね、これさ、ショートカットできないの？こっちからワンチャンできそう。っしゃあみんなショートカット成功で、クッションの上に行くのかな。クッションの上に、はい。まずい、今いけた。オッケー、結構いけてんな。でフライパンだ、みんなフライパンがあったの前にちょっとこのパンを取って、
パンのトースト取って、なぜかパンのトーストを浮いてたわ。ねえ、フライパン来たよ。え、これクリア？ねえ、俺ショートカットした。ねえ待ってくれよ待ってくれみんな、ショートカットしたらダメだったんだ。だってあそこに、あそこにパンがあるじゃないか。地道にコツコツと冒険をしてくださいという意味合いが込められているのかな。あの、俺 BGM が切ないから切ない実況しちゃうんだけど、 OK。 でもこれいけるぞ。残り体力94だけどいけるぞ。これ取ったらなんかあんの？これ何なの、このパンのトースト。で、はい、こっち行って地道にな。バカ誰だ、待って、みんな死ぬ死ぬ、あ、急げ急げ、あー、みんな届いてるやん、これもう焼けてるやん、もう割れた瞬間から食えるやん、この卵。生焼き、名前、あ、はい、どうでもいいです。やっていきましょう。落ち着いて、落ち着いたらいける。どんな人生だって落ち着いて考えれば落ち着いた答えが出るから。バカだ、落ち着けない、あー、いや、もう無理だろ、お前はもう、お前はもう無理だろ。あー、終わったわみんな。この檻の中に閉じ込められちまったよ。人間もそうだよな。あ、バカ。あ、もうなんか、感情移入してきちゃってさ、この卵を割ってしまったら、もうこの卵とは会えないんだなっていう、すごい切ない気持ちになってきちゃった。この今の操作してる卵は、最初の卵とは別の命の卵なんだなって。俺めちゃくちゃ楽しいパーティーゲームかと思ってたのに、全然、そんなゲームじゃなかったわ。いける、待って、こっから俺は幾度となく失敗してきてるから、待って、ここ落ち着かなきゃ、マジダメ、マジでちゃんとやって、ちゃんとよし、みんなみんなフライパン行くよ。やったー、美味しくなってね卵、美味しくなって、人間に美味しいって言われるように頑張ってね。じゃあ次のステージ行きますか。うわ、難しそうだわこれ、階段とかあるもん。てかさ、まあいいや。チチン、来た、速攻か、眩しい、はあ、綺麗な空、そして綺麗な、どここれ、なんか眩しいのすら伏線に思えてきた。うわ、これさ、これきついぞ、一段一段体力減っていくの。ほら317、ねえねえ、やばいやばい、あ、やばいわこれ、これ最難関かもしれん、階段が。うわ、でもなんか回復っぽいやつあるから、まあまあまあ大丈夫だ、いける。てかさ、あの、やばい、落ち着け、あのさ、思ったこと言っていい、これ、いいバランス、めちゃくちゃいいバランス。俺はなんでさ、こんな苦労をしてフライパンのところに行かなきゃいけないの。フライパンからこっちに来いよ、もうスピーディーに行った方がいい、こんなの。一回溜め込まないで何も考えずに進んだ方が気持ちは楽になるから。そう、こんな風にね。行けちゃった、本当に行けちゃったんだが、行くぞ、これいけるぞマジで。どっちだどっちだ、こっちか、あ、フライパンは、ねえ嘘だ、俺またここ飛び越えなきゃいけないの、また第二の階段を登らなきゃいけないんだ、マジかよ。ねえ、俺体力90しかないぞ、いけんのか、はいはい、いけんのこれ、あ、もう無理、もうやだ、もう、え、なにこれ、え、どこ行くの、え、待って、ガチャ分からん、ガチャ、ね、体力4、はっ、これいけるか、これいけるか、卵、あ、え、なんで割れた、俺今からもう喋んない、体力50ね、もう喋んない、体力30、
俺もう喋んないわ今から。危ない、あーやだやーやだやだ、あーもう無理ですよ。あーほらマジむずいじゃん。よし、いけるいける、はっか、はっかいくとって、よしガチでいける、あ、みんないけるぞ、ガチでいけるぞ、やだやだ、死にたく、28だみんな。でも、フライパンがある、そこに、そこにフライパンがあるんだ。もういけないじゃん、これ15。あー、どこでどこで割れたの。よし、242もある。ここも結構むずいからね。お、気合で、気合でいこう。オッケー。よし、ガチでいけるわ。みんな行ったわ。みんなガチで行った。っていう慢心が死へとつながるから。落ち着いていかなきゃ。え、むずない？え、みんな、やだやだやだ。ねえ、死に、ねえ、死んじゃう、死んじゃう。あ、やったやった、これ何、チキンラーメン？ねえ、これどうすればいいのみんな。はい、いいじゃん、ここで、ここでもいいじゃん、別に食材じゃん。待って、じゃがいもみたいなやつ見て、真ん中のなんか、隠れミッキーおるわ。よし、みんないける、ガチいける、いったわ、みんな。おいしくなってね、おいしくなって、おいしいって言われてね、ありがとう。まだ焼かれてる。次、家かな、これは。なんか結構豪邸、豪邸だな。じゃあ人間が運んでくれよ俺を。え、あれフライパン、え、一番簡単じゃない？これ階段とか意味ないの？え、これもうさ、そのまま行けばいいんじゃないの？あれフライパンだよな。え、これいけるぞ。待って、まずハートを取らないで、こっち行って。むずいわ、ダメだ。みんなこんなことしてくるの？嘘、 BGM はめちゃくちゃエモいのにこんなことしてくるの？ここに乗れってことでしょ、この椅子の腕を置く場所に乗れってことでしょ。一回すぎんそれ。はい、やっぱり諦めないっていう気持ちが報われるんだなって思います。ああ、いいゲームだ。これ3つクリアしたから次これか。うわ、むずそう。でも家の中だから、まあまあだ、簡単でしょ。家具を利用していくみたいな感じだからね。でもこの次が問題だよね。次がお風呂場なんよお風呂場にフライパンはないのよ。いや、こっち行くよ。じゃあチンチン、来た。え、どこだ。は、めっちゃ仲いい家じゃん。何この電車の中みたいな家、すっごい家だね。こっち行こう。回復もいっぱいある。え、待って、みんな、これ多分めちゃくちゃむずいわ。だってカイジの鉄骨渡りみたいのあるもん。一瞬簡単じゃねえみたいな思ったけどさ、フライパン近いから。これ鉄骨渡りしなきゃいけないわ。え、待って、これどっから行くの？え、うわ、めちゃくちゃ金持ちそう。うわ、何このベッド、布団が、え、嘘だ。俺ここ行くの？え、むずすぎ。うわー、まあでもなんかいけてる。なんでいけてんだろうこれ。
いやだやだ、むずいよ。登った後もむずい。角取っていこう。やだ、これダメだ。みんなガチでこれ50時間かかる。50時間後にまた会いましょう。やだやだ。落ち着いて、ジャンプ。よし、でこれジャンプしてあっちに行こう。それしかない。行きます。あー、うこー、行けた行けた、なんとなく行けた。こっからよ、これ行ける。 やだ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 、勝ちで、やだ、死にたくない。ハート取って、ハート取って、おい、ハート取れ、ハート、ガチで、おい頼む。おい、これむずいぞ、このハート取んの。よし、行けた。で、おい、これ渡っちまえば、あとはフライパンの上に行くだけ。終わったわ、みんな。俺ショートカットの天才って呼ばれてるんだ、最近。無理でした。巷では雑魚って言われてます。成功法はやっぱ無理。無理だから、このタンスのこの縁とかにこすりつけて、でここ、え、待って、みんな、なんか何ここ、この隙間何、これいけるぞ絶対。ここでクリアした人いないけど、この道でクリアした人は絶対いないんだろうけど、これいけるぞ。いや、惜しい。割れちゃった、割れちゃった。惜しい、惜しいぞ、お前ならいける。くしゃー、いけたー、いけちゃった。みんな、いけたよ。おいしくなってね。ねえ、クリアタイム、なんなら一番短い。最初のステージより短い。おかしくなっちゃった。これ次もショートカットいけんじゃねえか？これどっかに。いくよ。はい。ティンティーン。いやー、めっちゃ温泉。ここはどこですか？って聞かれたら、1万人は温泉って答える。え？こっち？水の音が聞こえる。あ、ここ行くんだ。え、出ていくの？出ていくの？え？どっか穴開いてる？は？え？上から行くんだ。上の隙間から行くんだ。おい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 、嘘だろ。あ、こう行くんだ。はいはい。あ、でも簡単だな、さっきのステージよりは。オッケーオッケー。で、カメラ操作がさ、自動で近づくからむずいんだよね。え？待って、むずすぎん？これ。え？おー、いけた、いけた。これ結構、あ、得意だ。俺このステージ得意かもしれん。よし、フライパンは？フライパンまだ先？ねえ、でも俺温泉浸かりたいよ。どこ？ねえ、フライパンはどこ？なんでそんなとこに。嘘だ、なんでそんなとこにあるんだ。おかしいだろ。一回温泉入ろっか。あ、みんな楽しい。みんな温泉の中楽しいよ。あ、なんかあるから、ほら、これジャンプして取った。え、待って、屋根の上にあったよな確か。どうやって行くの、屋根の上。ここだな。なんかむずない？え？ここ行くの？は？これクリアさせる気ある？あ、ねえ、やだ、どうせ割れるなら水の中で。割れなかった。ちょっとね、本当にね、ちょっとね、ね、無理、ね、やだ、俺床で割れた。あ、これ無理だな。ショートカットもクソもないからな。お母さん、お母さん、あー、もう俺ここに住む。で、こっからなんよ。こっから、あ、待って、あったわ、こっちか。え、こっちだよね、行ってみるか。こっち来てどうすんの。待って待って、来ちゃった来ちゃった
来ちゃったけど、は？なるほどね。こっからさっきのとこ登れと。やばい、むずい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 、あーやだやだやだ、死にたくない、やだ、もうやだやだやだ、あーむずいよ。あーちょろ、もうこれ一発クリア行くよ、普通に普通に行くわ。まあまあ許容範囲、許容の範囲、よし。でここからのここのね、ここなんですよね。やだもうやだもうやだ、俺もうやりたくない、もう。無理だ、これは無理だ。ちょっと待って、一回考えよう。これ気にならん？こっちやってみていい？チャレンジって書いてるから、ちょチャレンジしてみるわ。チャレンジ1年生来た来たぞ。まあこれはクリアしなくてもいい、別に。だから何、こっから降りちゃダメだよな多分。え、ノーダメージで降りた。おい、これいけるぞ。ん、フライパンどこ？こっちね。え、なになになに、え、もう街に駆け出しちゃってんじゃん、卵が。待って、嘘だよ。は？ここジャンプしていけってこと？この柱、そんなの無謀だよ。え、ここってことか。これはチャレンジだ。だがこれでいい、こういうチャレンジを待っていたんだ俺は。この木の上をジャンプして、むずー、今までやってきたゲームで一番むずいわ。もうやだ。